はい、皆さんこんにちは、こんばんは。小さな巨人兼学ラン戦士ゆきやです。さて、本日は新企画を開始したいと思います。まあ私ね、小さな巨人兼学ラン戦士ゆきや、ご存知の通り AKB グループのオタクをずっとやってまして、まあ、合わせて、まあ、今となってはもうチーム8を箱押ししてるような人間なんですけれども、まあ、そんな自分がですね、最近ちょっとなんだろうな、地下アイドルっていうか、まだそんなにメジャーになってないアイドルを何組かちょっと気になるアイドルがいまして、まあ、会いに行ったりとか接触イベントに行ったとかライブ行ったとかで全然ないんですけど、まあ、ちょっとこれから先の伸びはすごい楽しみだなっていうアイドルがいるので、ちょっとそういうのを紹介する企画をこれから、まあ、何回か、まあ、不定期にはなってしまうと思うんですけど、自分が見つけた時のタイミングで紹介できたらなと思ってこういう企画を始めました。で、今回紹介するのが26時のマスカレードを紹介します。で、まあね、多分にじますさんに関しては、まあ、ティフとか行ってる方とか、まあ、アイドル好きな方だったら結構知ってる方多いんじゃないかなって思うんですけど、まあ、あのドクモとかやったような女の子たちを集めて作ったグループで、まあ、あのティフのメインステージ争奪戦みたいなやつでもう今年かなちょっと定かじゃないんですけど、なんかグランプリみたいなの優勝したりとかするぐらいちょっと力を持ったアイドルで、すごい今俺個人がすごい注目してるアイドルなんですけど、まあ、吉井美優ちゃんっていう子俺推してるんですけど、ちなみにあのね、ただただもう可愛いし綺麗、それしか言えないもん。まあメンバー同行はちょっとあんまね長くなっちゃうんで触れないんですけど、だからにじますさんの魅力といえば、まあ、今カルチャーズ劇場さん秋葉にあるで、まあ、定期公演やってるんですけど、まあ、もちろん定期公演できるっていうのがさすがだなっていう部分もありますし、まあ、やっぱあとはねワンマンを何回かやってるのと、年明けにワンマンがまたありまして、新章っていうことで第3章の始まりですかねとかもありますし、もちろんねモデルとしても活躍されてるんで、すごいいろんな雑誌で見かけることもあるだろうし、でまあなんでニジマスを知ったのかという話になるんですけど、まあもちろんね YouTube で知ったっていうのもありますし、あのハートサングラスっていう曲が夏に出たんですけど、ちょうどいろんなアイドルの曲とかを聴く機会があって、まあその中で見てて、そういうふとって思った時に、あの前にバズに所属してるカスちゃんいるじゃないですか、がニジマス最近ハマってるんですみたいなの動画を上げたことがあって、その動画を前に見た記憶がちょっと戻ってきて、そういえばニジマスってこの子たちだよなと思って、その MV を見たんですよ。そしたらなんだろう、なんか普通に AKB 見てるのとほんと同じ感覚になって、あ、可愛い、この子好きって思って、普通にもうあのその後全然違う曲とかもいっぱい見て、ライブ映像とかいっぱい YouTube 上がってるんで、後でリンク下に URL 貼らせてもらうんですけど、になるんで見てほしい。あのね、なんだろう、すごい何があるとかじゃないんだけど、まあ、ザ・アイドル、なんかアイドルの根本がそこにあるというか、アイドルだなーっていう感じも本当にがそこにあって、すごいなんか8を本当に初めて見た時と同じぐらいなんか初々しさを感じるというか、でもちゃんとそこにプロ意識もあって、なんかねちょうどいいんです、塩梅が。プロアマの塩梅がすごい良くて、なんかそういうところにも惹かれましたし、まあ、あとね歌がすごいキャッチーな曲が多くて、 B' だったりとかで、俺もう一個好きな曲、まあ、忘れな草っていう曲があるんですけど、すごいいい曲なんで聴いてほしいとか、オレンジデイズとか Y チャイナとか、まあ、いろんな曲があるんで、ちょっとぜひね見ていただいて、まあ、魅力を知ってもらえたらなと思うんで、ちょっとね紹介させてもらいました。ということで今日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ニジマスのファンの方もちろん、まあ、でそのアイドル知らなかったよっていう方とかもこれ見て知っていただけたらと思いますし、ぜひぜひ、まあね、下の URL から飛んでいただけたら、感想とかコメントいただけたら嬉しいです。もちろん高評価とチャンネル登録も合わせましてよろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイチャー。